おはようございます。コパールです。いつも動画をご視聴していただきありがとうございます。今回はですね、タイトルにもありますように推しの一品ということで、私が普段山で愛用している山ギアを一品だけ紹介していくという、大人気のシリーズでございます。今回もそのギアを紹介すべく、こんな感じでちょっとした低山に入っております。そのギアを使いながらこの山を歩いていこうかなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思っております。それでは行ってみましょう。推しの一品スタート。はい、ということで久々に始まりました推しの一品なんですけど、今回、推させていただくアイテムはこちらになります。じゃじゃん。アマズフィット T-REX3、 こちらのスマートウォッチを推させていただこうかなと思っております。でですね、私の動画でちょっと前になんですけど、同じこのアマズフィットというブランドの T-REX シリーズの T-REX ウルトラというモデルを紹介させていただきました。がっつりその時はレビューというか形で、長い動画で紹介させていただいているんですけど、そのね、アマズフィットのアウトドアラインであります T-REX シリーズの最新作がこちらの T-REX3 になります。で、発売がですね、つい先月ですね、2024年の10月の頭に発売されて、結構話題になっている、スマートウォッチでございます。で、私もですね、実は発売前に送っていただきまして、本当に仕事の時もお出かけの時も、もちろんこうした山でのアクティビティの時もずっとつけております。それぐらい使いやすいスマートウォッチでございますので、ぜひ最後まで見ていっていただきたいなと思っております。でですね、今回のこのアマズフィットの T-REX シリーズ最新作であります T-REX3 なんですけど、前回の T-REX のウルトラと比べて使い方は基本的に同じです。なので、使い方とかに関しましては前回の動画を見ていただけたら、分かりやすいかなと思います。本当はね、一つ一つ細かい説明をしたいところではあるんですけど、実はですね、この度行われます Amazon のブラックフライデー、11月27日からかな、開催されるブラックフライデーにセール対象品となっております、こちらの T-REX3。その辺も含めてちょっと取り急ぎではあるんですけど、これは伝えないといけないなということで、今回動画を回している次第でございます。で、またありがたいことにですね、来年の1月中旬かな、1月14日までかな、で使えるクーポンコードも発行させていただいておりますので、ぜひそちらも活用していただいて、この推しの一品の動画でググッとビビッとぶっ刺さった人はですね、ポチっていただけたらなと思っております。後悔はしないと思います。はい、ということで、じゃあちょっとね、ここを使っててめちゃくちゃいいよっていうところを紹介していこうかなと思います。今日はですね、夕方、お昼かな、お昼過ぎからのスタートで、だいたい1時間20分ぐらいのコースをのんびり歩いております。で、相棒には、このアマズフィットの T-REX3 を使っております。で、今回のこのアマズフィットの T-REX3 なんですけど、大きな特徴が2つあります。まず、その1つはですね、バッテリーですね。バッテリー持ちがえげつないです。なんとですね、高照地で最大27日間の、バッテリー性能を誇っております。約1ヶ月ですよ。本当にすごい。で、体感、実際使ってみて、こうした山とかのアクティビティとか使ってみて、体感でですね、だいたい2週間に一遍充電すれば十分かなという感じがしております。それはもちろんね、もう1週間ずっと山にこもって GPS 使ってるとか、そういった例外は置いておいて、普段でね、毎日使ってるっていうような用途で2週間は全然余裕で持ちます。この2週間余裕でバッテリーが持つっていうところはですね、もう本当にこの心にゆとりが生まれるというか、使っていて安心感があります。逆に一方で、充電を忘れそうになってしまうっていう弊害もあったりするんですけど、充電スピードも極めて速いので、本当にお風呂に入って15分とか30分の間で、結構な量充電してくれますので、山に行く前日でちょっとね、確認していただいて、ちょっとバッテリー危ないなって思った時は、前日のお風呂で充電して、いけば大丈夫かなと思います。このね、バッテリー性能っていうのは本当にすごいです。どこにそんなバッテリーが埋まってるのっていう、不思議になるぐらいバッテリーが消費が少ないです。で、大きな特徴2つあるうちのもう1つがですね、こちらですね、じゃじゃんと。オフラインマップに対応しております。
このあたりはですね、前回のアマズフィット TLX のウルトラの方でも、説明させていただいたんですけど、このアマズフィットの TLX3 にはですね、事前にオフラインマップをダウンロードしてインストールしておくことで、 Wi-Fi なんかの通信環境がない状態でもマップが見ることができます。でかつ内蔵された GPS と照らし合わせて、自分の現在位置がこの時計内に表示されます。今こんな感じですね。ちょっと見えるかな。でしかもですね、この TLX3、まあ、TLX ウルトラもそうなんですけど、このオフラインマップは等高線の表示がしてくれます。これは本当にハイカーさんとかトレランやる人には非常にありがたい等高線なので、自分の現在位置を把握しつつ、まあ、山のね、どういったところにいるのかっていうのがパッと一目でよくわかる機能になっております。これは本当に便利で、私がね、使い始めた頃はこの等高線表示の地図がなかったんですね。普通ののっぺりとしたマップに、ルートがこうやってただ線のようにあって、まあ、そこを歩いていくだけの機能だったんですけど、少し前のアップデートでですね、この等高線表示がされるようになりました。ピークに着きました。で、等高線見るとこんな感じで、まあ、ちゃんと等高線突端にいますね。まあ、等高線の他にも細かいアップデートを結構ね、頻繁に行ってくれてますので、まあ、こういったユーザーの声拾ってしっかりアンサーバックしてくれてるっていうところもありますので、非常に使っていて安心感があります。よし、ということで気持ちいいめっちゃ気持ちいい。はい、ということで、まあ、大きな特徴2つですね、このアマズフィット TLX3、 まあ、アマズフィットのウルトラもそうなんですけど、大きな特徴2つでございます。でこのね、オフラインマップなんですけど、まあ、この今表示されている画面を見ていただくと分かると思うんですけど、赤い線と青い線で中心にこの矢印線があるかと思います。で実はですね、今回今歩いているこのルートですね、このルートを、ヤマップで、ルートを作成しました。こうのポイントを通って、ここを通ってこの山頂に行きます、そこからこういう風に下山していきますっていうルートを、ヤマップの登山計画っていうのでマップを作りました。でその作ったマップを、実はこの TLX3 に入れ込んであります。その入れ込んだマップを今現在表示させて、ナビゲーションさせております。そのルート上を歩くようなナビゲーションなので、分岐とかが来たら右に曲がりなさいよとか、 40m 先右に曲がってねとか表示がしてくれます。道迷いが極端に減る、アイテムだと思います。ここはね、ちょっと声を大にして言いたいでですね、実際試しにすごい機能がありますので、試してみたいと思います。今ね、ここからこの斜面を下山してきたんですけど、正規のルートはこっちなんですね。こう折れていくところなんですけど、こう見るとですね、向こうにもルートがあるんですよ。まっすぐ降りてきて、こうやって行ってしまう可能性ってかなりあると思うんですね。まあ今回のコースはここに道標があって、こっちですよっていうのが示されてるんですけど、これがなかったら何も考えずとか、同行者と一緒にこうお話ししながらこうやって歩いていってしまう可能性っていうのが往々にしてあるかなと思います。特にね、こういった低山とかってめちゃくちゃ道迷いしやすいので、私の経験から言ってもですね、低山で何回も道迷ったことあります。で、そういった道迷いを防ぐためにもこの TLX3 導入を激しくお勧めしたいところであるんですけど、では早速行ってみましょうか。じゃあわざと間違えてみますね。マップを見ればほらこんな感じで、本当は右の赤い線なんですけど、まっすぐずれていっているのがお分かりかと思います。このまままっすぐ進んでいってしまいましょう。ありますよね、ちょっとお話ししながらとか何も考えずに進んでしまってる時っていうのは、こうやって今ね、マップを見ればずれているのは一目瞭然なんですけど、まあマップも見ていなかったと。はい、 0.08 キロ、逸脱追跡っていう画面が出てきました。見えましたかね逸脱追跡という形で、このルート外れてますよっていう警告を、ピーっていう警告音と、あと腕のバイブですねとともにお知らせしてくれます。これすごくないですか。あの、ヤマップとかヤマレコとか、この登山 GPS アプリですかね、まあそれにもある機能かと思うんですけど、ルートを外れていますとか警告してくれる機能っていうのはあるかと思うんですけど、この腕でね、お知らせしてくれるんですよ。これ事前にルートを書いておいたところから外れると警告してくれると。これめちゃくちゃ道迷い減ると思いません
これめちゃくちゃ感動したんですけど、これってやっぱねスマホってね、特にねこうした今から寒くなってくる時期とかって撮ってマップ見るのって煩わしくなってくるんですよね。手袋とかしてるとなおさらだと思うんですけど、なのでこうやってね手首でねこうやって外れてるよって教えてくれるとか、あとパッとマップを見て、あれ全然違うとこ歩いてるじゃんって確認できるっていうのはものすごいことだと思います。私的には本当に感動しております。これはね T-Rex ウルトラの方にもあったんですけど、この逸脱追跡っていうのは、まあ、特にね、雪山やられる方とか、あと、まあ、私のようにこうあまりこう名の知れない人の踏み込むようなことがない低山を歩いたりとか、まあ、もちろん普通に日本百名山とかね、でも道迷いってかなり起きている事例でありますので、まあそういったことを防ぐ、事前に防ぐためにもルートを設定してですね、ナビゲーションさせていくのもいいのかなと思います。非常におすすめでございますこの機能は。はい危ない迷うとこだったといっても、実はこっちはね秘密の休憩所があったりするんですけどねここはもう100回以上登っている勝手知ったる山なので、こういうことができますが、もう本当に初めて行く山とかはもう間違いなく私はルート設定して、ナビゲーションさせてます。はい、ということで無事下山ですね。スタートから1時間37分、 2.57 キロ。いいね下山、天気悪くても楽しい。はい、では無事下山してきましたので、アクティビティを停止させたいと思います。ではマップ停止終了、こちらも終了。はい、これでですね T-Rex 3のアクティビティが終了しました。アクティビティの記録はですね、運動記録というところに何もせずともログが残ります。今日のコースですね、 2.75 キロ、時速平均 1.63 キロで歩きましたよとか、平均心拍数102回でしたよとか、累積標高が310メートルでしたよとか、まあ、こんな感じで何もせずとも運動記録がここに蓄積されていきます。時計本体だけでなく、もちろんこのアプリでも記録することができます。で、今ね、何もしてないですよ。何もしてないんだけど、勝手にこのアプリの方にも、すでにデータが送られていると。素晴らしいね。今日歩いた GPS のログですね。あとは、より時計、スマートウォッチ本体で見るよりも、より詳細なデータがこんな感じで見ることができます。振り返りにもなりますし、今後の運動の指針にもなると。非常におすすめのアウトドア、スマートウォッチかなと思います。もちろん、スマートウォッチとしての基本的な機能ですね。通知だとか。LINE の通知、メールの通知、YouTube のコメントが入ったら通知が入ったりとか、なのでコメントいっぱいください。とか、まあ、基本的なね、その通知の設定とかもできます。まあ、できないことといえば、パッと思いつくのは、電子決済がまだ未対応だった気がする。対応していたとしても、ビザタッチとかそういう感じだった気がするんですよね。ちょっとごめんなさい。その辺曖昧なので、ちょっとテロップで修正させていただきます。それでは最後にですね、スマホの登山 GPS アプリですね、ヤマップとかヤマレコで作ったルートデータをどのようにして T-Rex 3に送るのかというのを説明して終わりにしたいと思います。今回ヤマップを例に取りたいと思います。ヤマレコでもほぼほぼ作り方の流れは同じです。ヤマップ開いたらこの登山計画ですね、登山計画を作っていきます。茶臼岳にしましょう。那須岳ですね、私の大好きなコースでございます。工程を編集でルートを作っていきます。峠の茶屋駐車場からスタートします。登山口行きます。峰の茶屋、朝日岳行きましょうか。朝日岳行って、で、茶臼岳行って、ここか。こんなルートにしました。テストの那須岳。はい。にしましょう。はい。で、このテスト那須岳のルートデータが作成されました。で、ここにね、GPX データっていうところがあるんで、ここエクスポートします。で、この GPX データのエクスポートってどういうことかと言いますと、作成したルートデータを Air マップではなくてスマホ本体に GPX データとして保存しますということです。なので、この私のスマホではこのダウンロードというところの登山ルートっていうフォルダーに、先ほど作ったテストナスだけの GPX データを保存しています。はい、これで GPX のエクスポートが完了しましたと。で、先ほどの GPX データのフォルダーに移動していきます。私はファイルというところのダウンロード。
この登山ルート、ここに入ってます。でこれが先ほどエクスポートしたテストの須岳の GPX データのファイルになります。これをタップ、そうすると自動でこの、ね、T-Rex 3で使う ZEP アプリが開かれます。でここに保存します。はい、でマイルートに保存しましたと。でこれで先ほど作ったヤマップのルートデータがこの ZEP アプリ内、スマホの ZEP アプリ内に入りました。でただこれだけだと T-Rex 3には映ってないので、右上の点点点、はい、でこのデバイスに送信という項目が出てきます。これをタップで T-Rex 3に選択してあげます。はい、これで正常に送信されましたと。たったこれだけでございます。このハイキングで下行って、このナビゲーションというところですね。でマイルートというところに、はい、テストの須岳入ってますね。ポンと。でルートのプレビューしてみると、先ほどヤマップで作成した GPX データがこのスマホの ZEP アプリ内と T-Rex 3のマイルートというところに入っているのがお分かりいただけるかなと。この状態で登山口に着いたら、ルートの使用ですね、ルートを使いますよっていうのを選択してあげるとナビゲーションが開始されるという感じになっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。アマゾフィットの T-Rex シリーズの最新作でありますこの T-Rex 3、本当はねもっともっと細かくお話ししたいんですよ。ウルトラと3の違いとか、こと細かくお話ししたいんですけど、めちゃくちゃ長い動画になってしまいますので、またね何かの機会に、お話ししようかなと思っております。で、あとはですね、私これ実はこの黄色のラバーバンドに変えてるんですけど、 T-Rex ウルトラの方ではバンド交換がちょっとできないんですよね。なんだけど、こちらの T-Rex 3ではバンド交換ができるようになりました。汎用バンド、22ミリ幅の汎用バンドと交換できるような仕組みになってます。で、このあたりはですね、私ブログやってまして、コパログというブログで詳しくお話ししてますので、ぜひそちらを参考にしていただけたらなと思います。はい。でですね、大切なお知らせなんですけど、2024年の11月27日から始まります Amazon のブラックフライデー。このセール対象になっております。ただでさえね、このコスパ最強と言われてますこの T-Rex 3がさらにお安くお買い求めできるチャンスでありますので、でさらにですね、 Amazon のブラックフライデーのセール期間が終わってしまっても、来年2025年の1月14日までかなで使える、クーポンコードっていうのを発行していただいております。そちらの方は下の概要欄に載せておりますので、そちらの方のクーポンも使っていただいて、お安くお買い求めいただけたらなと思います。登山用の時計で何かいい時計ないかなと思われている方がいらっしゃいましたら、非常におすすめできるかなと。まあ、ただね、本当に、先ほどもデメリットの面として言いましたけど、電子決済、電子マネーが使えないっていうところが、ちょっとね、マイナス点かなと思います。このあたりをちょっと重視されている方はまた違うねスマートウォッチを選ばれるのがいいかなと思います。ちょっとね、今回推しの一品を推したすぎて商業的に見えちゃってる部分があるかと思うんですけど、本当にそんなことなくて、心からおすすめできる、スマートウォッチですので、ぜひですね検討してみてください。ということで最後までご視聴していただきありがとうございます。またね、推しの一品、いろいろ実はありますので、どんどん投稿していこうかなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。